はい、今回の動画はですね、デプー交通局が持っている東京メトロのプラレールをすべて紹介したいと思います。まあ一部ですね、まあ改造委託品だったりね、なんか部品取りにされたりとかしてね、まあいなくなった車両もいるんですけども、2020年ね、8月現在ね、デプー交通局が持っている東京メトロのプラレールを、まあ今回ね、すべて紹介しようと思います。まあ一応おまけにですね、まあ埼玉高速とね、まあ東洋高速鉄道の車両もね、まあ紹介しようかなと思っております。それではですね、銀座線01系のプラレールから見ていきたいと思います。はい。この車両、後尾車じゃねえかってね、まあ、気づかれた方はね、まあ、いると思うんですけども、まあ、なんでかっていうとですね、まあ、先頭車が事故ったからっすね。まあ、なんで先頭車はやばい状況なんで、まあ、後尾車を今映しております。まあ、ちなみになんか先頭車は事故ってね、こんな悲惨な状況になってますね。なぜかね、こんな塗装が剥げてなんかこんなね、まあ、事故りましたね。なんか液漏れしててなんかこんな事故に遭いました。はい。なんでちょっともう、先頭車というかもう銀座線01系自体リストラ候補なんで、まあ、おそらくね、先頭と後尾は改造の種車に回ると思うんですけど、まあ、中間車はね、多分リストラというか、まあ、まあ、仲のいいね、まあ、ちょっと銀座線好きの友達にあげようかなと、まあ、ちょっと思ってますね。はい。っていう感じです。で、01系の行き先はですね、東京メトロ銀座線をご利用いただきまして、ありがとうございます。この電車は浅草行きです。となっております。確かね、浅草行きの01系のプラレールはちょっとレアだったと思います。続いて、銀座線1000系のプラレールです。この車両はですね、一応前照灯が点灯します。まあ、こんな感じでね、まあ、白色の LED が点灯します。まあ、製品のね、まあ、銀座線1000系のプラレールはですね、まあ、電球色のライトが光るんですけどもね、まあ、このプラレールですね、まあ、ちょっと改造したんで、白 LED が一応光るようにね、まあ、改造しましたね。っていう感じです。で、前面の方向幕の行き先はですね、東京メトロ銀座線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は浅草行きですとなっております。続いて丸の内線02系です。この車両もですね、一応ね、スイッチをオンにすると前照灯が点灯します。ライトの色はね、電球色ですね。で、前面の方向幕の行き先はですね、東京メトロ丸の内線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は中野富士見町行きです。となっております。まあ、行き先ちょっといじってますね。はい。で、この車両のですね、まあ、中間車はですね、まあ、一応、銀座線のプラレールをね、まあ、塗り替えてね、丸の内線にしてるって感じですね。まあ、なんかこの02系のプラレール手に入れた時はですね、まあ、2両編成だったんですよね。なんか先頭と後尾しか売ってなくてですね、まあ、中間車はね、銀座線塗り替えて、まあ、自作したって感じになっております。続いて、丸の内線2000系です。このプラレールもですね、電源をオンにするとですね、まあ、こんな感じで前照灯が点灯します。で、ライトの色はですね、ちゃんとね、白 LED で再現されております。まあ、最近出たね、まあ、プラレールなんで、ライトの色もね、しっかりと再現されております。で、前面のね、方向幕の行き先はですね、東京メトロ丸の内線をご利用いただきまして、ありがとうございます。この電車は池袋行きです。となっております。続いて、日比谷線13000系です。はい。まあ、このプラレールね、なんか3、4本持ってるんですけど、なんかね、改造の種車になったんでね、まあ、何本買ったか忘れたんですけど、かなりね、このプラレール買いましたね。多分、4本ぐらいね、買ったと思うんですけど、なんか大江戸線とかになったり、埼玉高速鉄道になったりとかね、ま、いろいろしたんで、今1本しか持ってないんですけどね。っていう感じですね。はい。で、前面のね、まあ、方向幕の行き先はですね、東メトロ、日比谷線をご利用いただきまして、ありがとうございます。この電車は、中目黒行きです。となっております。なんか声真似のね、まあ、自動放送がね、まあ、旧放送なんですけどもね、まあ、なんか新放送だとなんか何線とか言わないんで、なんかあんまり雰囲気出ないなと思ったんで、まあ、旧放送の方が好きっていうのもあるんですけど、だからちょっと旧放送で真似しました。ただ1万3000系で旧放送は流れないんで、まあ、ちょっと違和感あるかなと思うんですけど、ちょっとご了承ください。続いて、東西線1万5000系です。このプラレールですね、昔ね、まあ、LED がつくように電装化改造を施したんですけども、まあ、その当時はですね、まあ、まだハンダとか持ってなかったんでですね、なんか結構脆い電装化改造だったんで、ちょっとね、LED の調子が悪くなったんで、ね、今はね、もうちょっと LED とか撤去しちゃってます。はい、なんで今はライトつかないって感じですね。まあ、ただね、まあ、ライトの部分は穴開けてあるんでですね、まあ、いつでも電装化改造しようと思えばできるって感じですね。はい。まあ、いつかね、ワイドドア化の改造とかもやりたいと思ってます。はい。で、前面のね、方向幕の行き先はですね、東京メトロ東西線をご利用いただきまして、ありがとうございます。この電車は東洋高速線直通、快速、東洋勝田台行きです。となっております。続いて、営団地下鉄千代田線6000系です。このプラレールですね、まあ、最近買ったって感じですね。
まだね、開封動画とかね、まあ上げてないんですけど、まあいつかあげようかなと思っております。はい。で、営団地下鉄とはですね、まあ東京メトロのね、まあ前身組織ですね。まあ2004年まではですね、まあ東京メトロではなくね、まあ営団地下鉄というね、まあ特殊法人でした。まあね、2004年にですね、まあ民営化されてですね、まあ現在のね、まあ東京メトロ、というかね、まあ、東京地下鉄株式会社になったって感じですね。まあ、東京メトロのね、まあ、正式名はですね、まあ、東京地下鉄 株式会社です。まあ、愛称としてね、なんか東京メトロって言ってるんですけど、まあ、正式な会社名は東京地下鉄株式会社です。はい。まあ、東京地下鉄株式会社の前はね、まあ、営団地下鉄っていう名前でしたね。はい。なんで、このマークね、東京メトロじゃなくて営団のマークなんですよね。はい。で、前面のね、方向幕の行き先はですね、営団地下鉄千代田線をご利用いただきまして、ありがとうございます。この電車は代々木上原行きですとなっております。続いて千代田線1万6000系です。この車両ですね、一応なんか前照灯をつけようかなと思ってライトの部分穴開けたんですけど、めんどくさくてね、なんかずーっと LED 化放置されてるって感じですね。なんで穴だけ開いてるって感じですね。まあ、いつかね、気が向いたら LED 化するかもしんないですね。まあ、多分されない可能性の方が高いですけどね。はい、っていう感じです。で、前面のね、方向幕の行き先はですね、東京メトロ千代田線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は代々木上原行きですとなっております。続いて有楽町線および副都心線7000系です。まあ、この車両ですね、まあ、結構前にね、まあ、友達からね、まあ、いらないって言ったんで、まあ、2000円ぐらいで買ったんですけど、まだね、開封動画とか上げてないって感じですね。まあ、いつか上げるかもしんないですね。はい。で、この車両ですね、東京メトロ仕様になっております。まあ、さっき紹介したね、千代田線の6000系はね、営団仕様だったんですけども、まあ、この製品はですね、東京メトロ仕様で出てる7000系ですね。はい。まあ、塗装もね、一応副都心線カラーになってますね。まあ、営団時代の有楽町線はですね、まあ、黄色の帯だったんですけども、まあ、副都心線開業に伴いね、このカラーになっております。はい。まあ、副都心線と有楽町線はね、同じ車両ですからね。で、前面のね、方向幕の行き先はですね、東京メトロ副都心線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は渋谷行きですとなっております。まあ、でもこの車両大体東急に直通してるんで、あんまり渋谷行きっていう行き先多くないと思うんですけどね、大体多分元町中華街とかその辺りの行き先になるんじゃないかなと思います。で、一応ね、この車両ライトがね、点灯します。まあ、こんな感じでね、まあ、電球色のライトがね、点灯する感じとなっております。続いて半蔵門線08系です。この車両はですね、新メカタイプのね、まあ、僕も楽しいね、まあ、転売シリーズのね、まあ、08系ですね。なんでね、前照灯はね、まあ、点灯しない仕様となっております。でね、方向幕の行き先はね、無表示となっております。まあ、なんかいつかね、中央林間とかね、気が向いたら貼ろうかなと思いますね。続いて南北線9000系です。この車両ですね、一応ライトをオンにすると前照灯が点灯する仕様となっております。ライトの色は電球色っすね。はい。で、前面のね、方向幕の行き先はですね、東京メトロ南北線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は目黒行きですとなっております。まあ、実際ね、南北線の目黒行きっていうのはないんですけどね。はい。まあ、ただですね、東急目黒線のね、まあ、確かね、終電間近だったか終電だったか忘れたんですけど、一応目黒行きっていうのはね、目黒線からの電車ではあるんですけどね。かなりね、まあ、目黒行きっていうのは珍しい行き先ですね。まあ、ほとんどの列車はですね、まあ、東急線に直通したりですね、まあ、白金高輪で止まったりする列車がほとんどですね。まあ、だから、日吉行きかね、まあ、白金高輪行きがね、まあ、メインって感じですね。まあ、たまに武蔵小杉行きがあるって感じかなっていう感じですね。続いて、有楽町線及び副都心線1万系です。このプラレールはですね、ライトがつかない新メカタイプのものとなっております。まあ、旧メカタイプはね、ライトがつくらしいんですけど、新メカタイプはね、まあ、ライトがつかない仕様となっております。で、前面の方向幕の行き先はですね、東京メトロ副都心線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は東武東上線直通 F ライナー急行新民公園行きですとなっております。ここからですね、東京メトロの車両ではなくね、まあ、埼玉高速鉄道とね、東洋高速鉄道の車両を紹介したいと思います。はい。まずはじめに紹介するのはですね、埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線2000系です。はい。この車両はですね、まあ、改造で作ったって感じですね。まあ、今まではね、まあ、製品だったんですけど、ここからはね、まあ、改造プラレールですね。まあ、ここからというか、この車両だけ改造プラレールなんですけどね。はい。まあ、この車両は改造プラレールです。はい。まあ、改造で作ったって感じですね。まあ、種車日比谷線のね、まあ、1万3000系から作ったって感じですね。で、一応ライトがつくようにね、しております。はい。で、前面のね、まあ、方向幕の行き先はですね、埼玉高速鉄道、埼玉スタジアム線をご利用いただきまして、ありがとうございます。この電車は、浦和美園行きです
となっております。はい、この車両はですね、南北地下鉄南北線とですね、東急目黒線に乗り入れております。まあ、将来的にはね、なんか相鉄線ともつながるかもしれないですね。はい、って感じです。続いて東洋高速鉄道2000系です。このプラレールはですね、東洋高速鉄道開業20周年記念を記念して発売されたプラレールですね。はい、もう5年ぐらい前にね、わざわざね、東海神までね、買いに行った覚えがあります。で、東洋高速鉄道はですね、東京メトロ東西線にね、直通する路線ですね。ただね、この車両はですね、JR ね、総武観光線にはね、乗り入れてないって感じですね。中央総武観光線には乗り入れてないって感じですね。だから中野からね、三鷹間はですね、この車両は入っていかないって感じですね。一応中野までは乗り入れるけど、中野から先 JR は入っていかないって感じですね。で、前面のね、方向幕の行き先はですね、東京メトロ東西線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は東洋高速線直通快速東洋勝田台行きですとなっております。はい、というわけですね、以上、デプー交通局が持っている東京メトロのプラレールをすべて紹介するという動画でした。ちょっと埼玉高速とね、東洋高速も入ってますけどね。はい。で、一応なんか今後リストラ予定の車両はね、銀座線の01系くらいかなと思います。それ以外はね、多分リストラする予定多分ないと思いますね。はい。というわけでね、以上ね、デプー交通局のね、なんかすべて紹介するシリーズ、ね、第3弾ね、東京メトロでしたね。はい。今後もね、適当な不定期間隔でね、多分こういうシリーズやっていくと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。